それでは今年最後のコストコ購入品のご紹介をします。まずは定番品から。バリラスパゲティの 500g が6箱入り入ったセットです。 1,2,3,4,5,6 前回購入したパスタが 1.9mm に対して、今回はねこちらの箱のタイプがあったので、でかつこっちは 1.8mm なので、細麺が好きなのでこちらを購入しました。前回行った時はねこちらの箱のタイプがなかったんですよね。なんでコストコの場合だと必ずしも同じ商品が毎回あるとは限らないっていうのがネックです。こちらは6個セットで948円です。お次の定番品はこのオーガニックベビーリーフと、オーガニックのマッシュルームです。カナダ産のオーガニックマッシュルームで、こんなに入ってね 680g 入って798円です。これ実は前回ちょっと気を抜いてて、ちょっと持つかなと思って、何日かな、3、4日かな、2、3日かな、冷蔵庫に入れっぱなしにしておいたらね、気づかないうちに悪くなってたので、必ずねいつも使う大きさにカットして冷凍保存我が家はするようにしてます。ただ前回それをねちょっと怠ったらね、もったいないことになってしまったので、早速食べやすい大きさにカットして冷凍保存しておきたいと思います。そうするとね食べる時にねパパッと入れるだけで済むのね、すごく便利でいいです。おすすめです。お次の定番品は毎回購入するオーガニックベビーリーフです。イエイ。これもこのくらいの大容量、わかるかな、ビート、水菜、赤からし菜、レッドオーク、ピノーグリーン、グリーンロメインが入った 200g のオーガニックのサラダです。これもね足が早いので、買ってきたその日の夜から毎日食べて、そうですね 3,4 回ぐらいで終わっちゃいます。早く食べないとねやっぱり悪くなってしまうので。でもねオーガニックのこういったサラダをねこの容量で買えるのはコストコだけだと思うので、これはね毎回必ず買うようにしてます。これで498円です。じゃんじゃんいきます。次の定番品はオーガニックのエクストラバージンオリーブオイルです。カークランドのオリジナルブランド、コストコのオリジナルブランドの商品です。2リットル入って1428円です。今回ねこれともうちょっと細いタイプで、先がねなんかノズルがついたタイプのものを買いたいなと思ったんですけど、なくって購入できませんでした。これはねやっぱりお口の部分が大きいのでドバッと入ってしまうんですよね。で以前は別の入れ物に移し替えて使ってたんですけど、それが最近は結構めんどくさくなっちゃったんで、最初からね細いタイプはサラダ用、その他の時はこっちをね直接使うっていう風にしたいなと思って今回探したんですけど、あいにく見つかりませんでした。なんでね、もしこちらのタイプを購入される方は、細かくね少量を使う場合には入れ物に移し替えて使った方が使いやすいかもしれません。でこのパッケージは残念ながらプラスチックです。ただねこれ瓶だと重すぎてね持てないと思うので、まあこれプラスチックなんですけれども大容量で購入してる感じです。お次は冷凍のブロッコリーです。 2.27kg 入って888円です。これはね毎回購入して本当に便利でね、しかもブロッコリー大好き人間としてはねペロリとあっという間になくなってしまうアイテムです。ただねこれ私の手結構大きい方なんですけど、かなりのねかなりの大きさなので、やっぱり冷凍庫の容量を取るのでね、その辺はちょっと確認してから購入した方がいいと思います。じゃじゃん。次の購入品は無添加のお味噌です。こちらも大容量の 1.8kg 無添加のお味噌で大容量ということで毎回購入しています。こちらの大きさで598円です。続いては塩昆布です。こういった小袋のタイプのものが3つ入って998円だったんですけど、ストアディスカウントのクーポンで100円引きになります。1つあたりは 126g です。2回目の購入品になります。おにぎりに使ったりきゅうりと和えることが多いですね。お料理苦手の私としてはレパートリーがまだまだ少ないので、そんな感じです。
お次はこちらジョジョエのドレッシングです。 500ml 入って888円になります。2回目の購入になるんですが、結構美味しくて、ドレッシングもねこのまますぐ使えるので、いちいちね自分で作ったりとかしなくていいので、こういうのが1本あるとね、忙しい時とかめんどくさい時にすごく便利だなって最近気づいて、今回も買っちゃいました。次のリピート品はベイビーワイプ、お尻拭きですね。70枚入りが15パック入ったものです。こちらは前回コストコのオリジナルブランドカークランドの商品も使用したんですけど、今回ねベイビーワイプはこれしかありませんでした。このワンブランドだけでした。なのでこちらを購入しました。お値段は15個入って1628円でした。こんな感じで15個入ってます。で、無印のねウェットティッシュケースに入れてみると、こんな風にしないと入らないんですね。パンパンです。こういう風に蓋が開いてしまうっていうのがあるので、それがねちょっとたまに傷っていうか、ちゃんとしたサイズのものがね、合うサイズのものが本当は欲しいんですけど、長方形なんでどうしてもこういう形に最初はなってしまいます。使って量が減ってくるとねこれ収まってくるんですけど、使い始めはこんな感じでちょっと大変です。次は前回初めて購入した商品のレビューです。一つ目は冷凍ミックスベジタブル。今回こちらの商品をリピートしなかった理由は、やっぱりブロッコリーの冷凍のものに比べると使用頻度が少ないっていうことと、あとね冷凍庫のスペースをめちゃめちゃ取るので、どっちか一つにするって言った時に私はブロッコリーを選びました。冷凍スペースに余裕があればあると便利な商品です。次はハードバイト白人参のチップスです。これもリピートしなかったんですけど、理由はただ一つ、味です。あんまり私的には美味しくなかったというか、あんまり味が感じられなかったっていう感じです。まあまあそれなりのね味は欲しいよっていう方にはあんまりおすすめできないかなっていうふうに思います。そして話題のプレスンシールです。結構人気のある商品みたいで、数量制限とかあって1人1パッケージまでっていうことで購入したんですが、2ヶ月ぐらい使って感じたメリットデメリットは、メリット、気密性があるのでラップより食材が新鮮に保たれる感じがします。容器にぴったりくっつくので液体でも漏れない。 BPA が使われていない。デメリット一つ目は少し切りづらい感じがします。特に片手だと難しいです。気密性が高いので縁を折り曲げて使う必要があります。なんでちょっと手間といえば手間です。それをねしないと開けるときに開けるの大変になっちゃいます。人気商品で欠品があるっていう風にレビューで書いてた方が結構いらっしゃいました。総合的に見ると普通のラップより高機能で密閉性が高いっていう印象です。そして今回新しく購入したチャレンジ商品です。コストコオリジナルブランドカークランドのアーモンドミルク、甘くないタイプのものです。メイドイン USA のビーガンでノーシュガーですね。オーガニックとかは書いてないのでオーガニックじゃないんだと思われます。このくらいのサイズのものが12カートン入ってます。お値段は1738円です。有効期限は2022年の6月24日までになってます。前回のね動画ではオリジナルブランドのカークランドのね豆乳を購入したんですが、今回アーモンドミルクを試しに買ってみました。以前ね紹介してたタイプはちょっとね甘み、お砂糖が入ってて甘みがあったんですけど、これはねノンシュガーなので、ただねアーモンドの若干甘みがあるかな、どうかなと思って買ってみました。次の動画でね美味しかったかどうかもシェアしたいと思いますので、気になる方はぜひチャンネル登録もお願いします。お次の購入品はバジルのスパイスになります。なんか最近はね特にイタリアに住んでる日本人の方の YouTube にハマっていて、イタリア人並みにパスタを食べ出してしまったので、パスタとかスパイスとかそういったものをねちょっと大量に消費する感じがしたので、以前から気になってたんですけど買ってみました。この大容量で598円です。続いてのチャレンジ商品はこちらの食パンです。オリジナルブランドのカークランドの商品です。これはね毎回お見かけしてなくって、似たようなのをずっと探してたんですけどなくって、ようやく今回購入したっていう感じです。2個セットなので
大きめ傘を取るんですけど、うちは冷凍して冷凍保存しながら食べるようにしてます。ちょっと今回これを見つけて買ってしまいました。原材料はこちらです。おそらくね、見た感じパッと見ね、いつもコストコ行くと時間がないので急いで買っちゃうんですけど、パッと見これビーガンじゃないかなっていうふうに思ってます。動画編集の時にね、もう一回見直して成分とか確認してみたいと思います。ただね、ビーガンマークが入ってないんでどうかなっていうふうに思ってるんですけど、パッと見の感じはビーガンブレッドなんじゃないかなっていうふうに思いました。なんか体にいいものいっぱいね、オーガニックでいろいろ入ってるので、今回ね試してみたいと思います。1枚あたりはね、どうだろう、 1.5 センチぐらいの厚みでカットされてます。オーガニックパン2個セットで880円です。これ結構ね大きいので美味しいといいなと思ってます。これもね次回ねどうだったかシェアしたいと思います。今回はね、あんまり新しいチャレンジ商品はなかったんですけど、ビーガンのコストコお買い物、年末最後のお買い物はこんな感じで終わりました。他にもこのビーガン商品コストコでおすすめだよっていうのがあれば、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。それでは See you next time! Bye!